はい、皆さんこんにちは、たずえちゃんです。さて、今日も美味しい、グリーンスムージー作っていきましょう。さて、今日使うものは、こちら、まずこれ、成長作用、腸を整える作用があると言われているバナナ、そして小松菜、これですね、小松菜貧血予防と言われています。こちら小松菜も今日使います。そしてアボカド、森のバターと言われるぐらいすごく栄養価の高い、フルーツとして人気のアボカド、こちらは肌荒れであったりとか老化の予防になると言われています。アボカド入れます。そしてレモン、免疫力アップのレモン、これも、絞って使っていこうと思います。はい、そしてあと今日はこれ、わかります？豆腐です。畑の肉と言われるぐらいすごく豆腐も栄養が高いと言われてます。こちらは女性ホルモンを整えたりですとか、あとは抗酸化作用があると言われている豆腐、これも半分ぐらい今日は入れて使っていこうと思います。どうしても夏場の時期っていうのは、暑いのもあるし、あとどうしても夏バテであったりとか食欲があんまないなっていう方が結構多いと思うので、こういう感じでいろんな野菜とかいいもの混ぜて飲みやすいドリンクにして飲まれると栄養取りやすいかなと思いますので、早速作っていこうと思います。小松菜からいきます。はい、小松菜はこの茎も食べれますので、茎ごと入れてください。次、バナナ。はい、で次、アボカドです。バナナ。はい、そして次、レモン。豆腐はだいたい半分ぐらい、スプーンですくって入れます。はい、そしたらあとお水を入れてください。お水入れて、こういう感じです。小松菜、そしてバナナ、でアボカド、そして豆腐、そしてレモンを絞ってあります。で、これをミキサーしていきます。はい、こんな感じで出来上がりました。はい、それではいただきます。すごく飲みやすくて美味しいです。ぜひ皆さんも試してみてください。はい、それでは、かずえちゃんスムージー終わります。またね。バイバイ。